の飲み物が充実していると開けるたびに嬉しくなります。サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。この番組は122歳の私が来るべき人生120年時代に備えて長い人生でずっとワクワクできるようなことをあなたと一緒に探していく番組です。第10回の今日は素敵な VTuber のお友達に来ていただきました。白上ふぶきちゃんです。わーい、皆さんどうも、コンコンキーズね、ホロライブのバーチャル YouTuber 一期生兼ゲーマーズの白上ふぶきです。よろしくお願いします。さてさて、改めまして本日は素敵なゲスト白上ふぶきちゃんに来ていただきました。はい、改めましてホロライブのキツネ白上ふぶきです。よろしくお願いします。よろしくにゃー。よろしくにゃーじゃないんですよ。白髪やキツネだ。なんですよ、キツネ。そうでしたか。そうなんですよ。なんか猫ちゃんがみたいなのさっきちょっとね、あの裏の方でつぶなんか言ってたんですけども、キツネですね。キツネですからね。ちなみに、はい、ふぶきちゃん、私と、うん、初めて会った時のことって覚えていらっしゃいますか？初めて会った時、私から一方的にのむさんにしちゃったのはね、あのそらちゃんとのコラボとかだったんですけども、初めて会ったの。そうなんです。会ったのが、はい、遠く遠く、あ、そうだ、特茶だ。待ってください、ここの資料に特茶書いてないですけども。失礼いたしました。そうなんですよね、こう今までのこうコラボの参考としていくつかピックアップされてるんですけれども、そうそうそう、一番初めてお会いしたものが抜けているという特茶。そうなんです、ね、私のチャンネルで、ふぶきちゃんとバーチャルさんとバーチャルゴリラさんにお越しいただいて、はい、こう特茶をなんていうんですか、トクトク、サントリー飲むのトクトクテレビショッピングという形式で、そうなんです、通信販売をね、させていただいて、声ってないじゃないですか。一番大切ですよね。そうですよ、確か、うん、あのふぶきちゃんがお茶が大好きということでお声掛けさせていただいたなと。そうなんです、トクチャはね、たまにあの実は買ってるぐらいには、はい、飲んでます。嬉しいですよね、こうあの名探偵のむの事件簿にもその後に出演いただいたりして、そう、これが2019年、もうそんなに前だったんですね。2021年バージョンはないんですか？あ、あります。あるんですか？私が今決めました。あ、じゃああるということで。いや、本当にお願いします。お願いします。名探偵のむの事件簿すごい面白かったので嬉しいです。そう、年一でやっていただきたいです、お願いします。いや、もうあの犯人がいるんですけれども、ね、まだ見てない方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないので伏せておきますけれども、はい、じゃあね、犯人だったふぶきちゃんと一緒におい、あ、私がやりました。ね、まあ、はい、真相はあの動画を見ていただいて、見てください。はい、事件の鍵となった、うん、クラフトボスを飲む飲むしたいと思います。はい、やった、飲む飲むタイムだ。今日はフルーツティーをご用意させていただきました。これだ。そうなんです、フルーツの絵柄がかわいい、たくさん入ってて、すっきり甘いフルーツティー。そうなんです、わー、飲む飲むしてくださいね。飲む飲むしていきましょう。はい、あ、今日はすごい、あ、こうやって飲めるラジオいいな。そうなんです、よいしょよいしょよいしょ、開いた。あ、ありがとうございます。すごい、いただきましょう。いただきます。飲む飲む、あ、え、もうめっちゃ美味しい、これ。そうなんです、すっきりしてて美味しいですよね。じゃあ今日あのゲストですけど、これずっと飲んでるんですけど、のぶさん喋っていただいて。じゃあ私が、ふぶきちゃんの猫ちゃんトークをしていきたい、大丈夫でしょうか。飲むのをやめます。後でいっぱい飲みます。ねえ、こんな感じなの会話が尽きないんですけれども、ぜひ一緒にコーナーを楽しんでやっていきましょう。はい、ノムペディア勝手に調べてきましたわ。わーい。このコーナーは私がゲストの方について勝手に調査して、気になった噂やイメージについて根掘り葉掘り深掘りするコーナーです。今日は私がふぶきちゃんの噂を調べてまいりました。なんと名探偵みたいな。そうなんです。なんてこった。さあ、真実はいつも一個。ノムさん、明るいじゃないですか、めちゃめちゃ。いやさっきあのコーナーで区切りの時に、なんか私ちょっと暗いんですよねってノムさん言ってたんですけど、ふうきちゃんが明るいってレムシーって言ったけど、めっちゃ明るいじゃないですか。違います。
声って、うんうん、こうオフの時でもあのスタッフさんにお返事一つするにしても本当に明るくて、うん、あいあいって言いますいや素晴らしいなと思っていやいやいやそれに比べて私の暗さといったらいやそんなことないですノブさんはすごい丁寧なんですよね対応の仕方とか私もあいあいあいオッケーですみたいな本当にこう裏表がないというか気持ちがいいなと思いまして聞いていて ありがとうございますでも憧れましたねあいやじゃあノブさんもじゃああいあいってあいあいな感じではいおっとちょっと今のは何回も聞くべきあいだって慣れない慣れないですけれどもはい、はい、さあ早速なんですけれども、はい、たくさんの噂を見つけてきましたので順にぶつけていきます受け止めますさあ、はい、いきますよ、まずは一つ目、うん、キツネだと言い張っているが実は猫らしい本当です本当ですノブさんが違います違いましたかキツネなんですけどもズバリ本当でしょうか本当でさよね違います違うんですけどこれ、はい、実はあの最近あのうちのねあのゲーマーズの仲間の猫またおかゆちゃんっていう子が、はいはい、あの生放送で、まあ、ちょっとホストっぽいことしたんですよねそうなんですちょっと男の子になりきって他のホロライブのメンバーの女の子をなんか口説いていくみたいな、そこになんだかね私の姿をしたホワイトブリニャンとかいう猫の女の子現れたらしいんですよなるほどそうなんですそうその時なんか、まあ、リスナーさんとか おかゆちゃんが言うにはふぶきちゃんに似ていた猫って言ってたんですよねなるほどこれでも私はキツネなんですけどねおかしいですよねおかしいですよでもなんか猫が出回ってるらしいですあららら、まあくまでも噂そうな噂なんですよねご本人は否定されていると、まあ、私とは無関係ですねえどうなんでしょうねこれもちょっとまたなんか機会があったらねぜひともちょっとノムさんに調べてきてほしいですねなるほど検証したいですよねよろしくお願いしますまあ揺るぎない事実といういやいや次をお願いします次をさあ続いての噂はこちらです、はい、笑うときに水を沸かすでも草を生やすでもなく茶葉を生やすらしいこれは本当でしょうかこれは本当でーすピーポー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 と茶葉を生やすそう私あのお茶がすごく大好きなので、でなんかよくあの SNS とかで、はい、なんかコメントとかでここなんか WW みたいな草生やすじゃないですか、そうですよねそうそうそうなんか草を生やすのもなんかみんなやってるけど、うん、茶葉生やすってことないなってのでそうなんかすごい自分が面白いと思った時にはこれ茶葉生えるって言ったなるほどそうそうなんかちょっとね広げようといいですよねそうしてるんですこう新しい新茶の時期ですしねそうそうそうみんな生やしてけって茶摘み茶摘みだねえふぶきちゃんの茶美味しそうですよねあーぜひとも出してもらってサントリーさんコラボレーションしたいですよねぜひともそう白神茶やってちょっとのむさんにもね飲む飲むしていただきたいなといやーふぶきちゃんが笑うと茶葉が生えてくるそうなんですはい素敵ですよねわっは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 生えてくるのでね元気が良いですそうですねあのぜひなの茶摘みしていただいて、楽しい毎日になりそうですよろしくお願いしますお願いいたしますはいさあ続いての噂はこちらですお黒髪吹雪ということを同棲しているこちらはズバリ本当でしょうかこちらは本当ですあらーあーそうなんですこれは皆さんも周知のそうなんです事実なんですけどもちょっと私と違ってものすごく口が悪い子なんですよあらそうなんですもうねすぐリスナーさんのことなんかねバカとかなんか言っちゃうねちょっとね口が悪くて態度が悪いちょっとね私とは本当に正反対みたいな子なんですけども、はい、まあ、たまにねあの放送とかに出てきてなんかみんなのことをバカにして帰ってくるっていうのがあるんですけどもそれがこういわゆるツンデレさんとはまたちょっと違う、ね、あでもツンデレですねそうなんか自分に素直になれない子みたいな感じがそうないつかねもっとね出れてくれたらいいなとは思っているんですけども見た目もちょっと黒っぽい感じなんですそうなんです真っ黒でちょっと目つきも悪くてなんかふんみたいな感じあらららそうなんです可愛らしいですツンツンしちゃうんですよねそうそうそうなんですよでもノムさんには絶対合わせられないみたいなダメだお前はダメだっつってそうなるほどそうなんですじゃあ普段は、うん、このなんて呼び合ってるんでしょうか私はですねクロちゃんってあそう
なんです、呼んでます。なるほど、はい、向こうには何と呼ばれてるの？私は吹雪とか、おいとか、お前とか言われます。あ、そうなんです、もう扱いが雑ー。なるほど、猫ちゃん同士で縄張り争いはあったシャー、こっから来るなねえ、縄張り争いが厳しいと聞きますが、キツネ同士の縄張り争いですけどねねえ、はい、なるほど。いや、生活をちょっと覗いてみたいなとも行きますノムさん来たの、ノムさんに来ました。あ、そうだ、もう、ねね、縄張り争いと思い出したんですけど、はい、実は私もですね、ノムさんのことを調べさせていただいたんですよ。なんでしょうか。ねほりはほり。あら、はい、ちょっとじゃあノムさんに一つお伺い、いや二つほどお伺いしたいことあります。どうぞ。はい、ノムさんに近々毛も耳がつくという噂を聞いたんですが、ずばりこれは本当ですか？本当です。本当だった。ねえ、猫猫猫猫。いや、今サントリーさんが初耳だってきっと驚いてると思います。お、猫耳生えました。ねえ、どうなんでしょう、生やしてみたいですよね。お、にゃっとのむのむしますか。お、ちょっとそれはぜひね、つけてほしいですね。にゃんにゃんと。あ、でも私、そうですね、ね、うん、猫ちゃん、猫ちゃんも好きですが、うん、ワンちゃんも好きですので。あ、いい、あ、いいですね。ただ、あ、そうですね、いけないわ、忘れてたんですが、私、水イノシシの、うん、スイカちゃんというペットがいるので、水イノシシ耳が、水イノシシ耳が生えてくる可能性もなきにしもあらずかもしれないですよ。もしかしたらちょっとこう遠近法で後ろにスイカちゃんがいるかもしれない。それかもしれません、ね、それかもしれない、いやでもこれは本当になる可能性はありますね。ではじゃあちょっともう一つあるんですけども、これノムさんはよく、その宇宙を題材にした人狼ゲームですぐに釣られてしまうという噂を聞いたんですが、これは本当ですか？これは事実です。事実何やらこの悲しい事実ですね。ホロライブのこのアキロゼちゃんとノエルちゃんと一緒にやった時に、犯人じゃないのにすぐ釣られるとこともありましたし、はい、ダクトから出入りしたところを見られてパッションで負けてしまって、パッションで負けした釣られてしまったこともありますので。なんか素直にダクトから出てきたそうですね。そうですね、一度入ったのでもう出てやろうと潔がいいえいとこれはじゃあどちらも本当でした。そうですよね。いやちょっとその瞬間見たかったな。アーカイブとかは残ってないけどね。どね、これ人狼ちょっと見たかった、気になりますけれども。あー、もう見れなくなってる。じゃあ見た方はね、ぜひともね、また思い出して、あの時か、ニヤニヤとまたね、ぜひともやってほしいですね。そうですよね、またリベンジしたいですよね。リベンジで、はい、熱いパッションで。そうですね、パッションでやっていきます。ダクト出たり入ったりしたいとこれもう犯人なんよバレないようにしてください。いや、まさかこのコーナーで逆に質問されるとは思ってなかったのでいや、なんか次のね、もしゲストさんもぜひね、ノムさんになんかいろいろとぶつけてほしいですね。いや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 、まだ全部カットしておいてくださいダメです、カットしておいてくださいそれにしても、吹雪ちゃんについていろいろ勉強できましたね。あ、よかったです。いや、なんか全て正解というか、ちょっとおかしいですね、ちょっと猫の事実はないんですけども、はい、さあ、というわけで以上、ノムペディアのコーナーでした。続いてのコーナーはこちらです。人生120年時代を考えてみた。このコーナーは番組名の人生120年時代にちなみまして、ゲストの方の人生120年の構想を聞いていこうというコーナーになっております。おー、はい、そもそもふぶきちゃんは現在年齢の方は、実は私人間年齢で今19なんですよ。あららら。そうなんです。で、5月じゃない、10月の5日、10月の5日がですね、はい、お誕生日で、その時にやっと20歳になります。おめでとうございます。はい、キツネ年齢だとちょっとまあ、ちょっとノムさんと近いかもしれないんですけど。そうだったんですね。そうなんですけども、はい、まだまだお若いですよね。まだまだ、はい、若いですよ。いや、今日は、はい、そんなふぶきちゃんに人生の展望をグラフにしていただきました。はい。さあ、今手元にあるんですけれども、はい、まずこれハッピーから始まりますね。あー、すごいですよね。これはちなみにハッピーの時の年齢がスタート、うん、
ートスタートおいくつくらい、これがですね、18ぐらいです。18、スタート、パピーって始まりまして、で、はい、これホロライブにこう入って、こうなんか、うわぁ、楽しいってなってるんですよね。あ、一つ目の上がってるやつ。上がってるところで、そこで、ホロライブのライブとかが、はい、あったんですけども、ガクンと下がってますけども、そうなんですよ、やべ、やべ。そう、やべってあるんですけど、ホロライブのアイドルプロジェクトっていうのが始まりまして、ライブをするにあたって、なんかオリジナル楽曲とか、ダンスの練習とかがちょっと厳しくなってきて、でそんなダンス得意じゃないのでこれはやべということで、なるほど、そうです、これはだいたいいつぐらい、これがいつぐらいだったかな、え、どれぐらい、去年ぐらいか、あーなるほど、でもなんかでも本当にすごいこの辺がもうあー大変だよってので、ダンスうまくできないよってのがありまして、そうなんです、壁にぶつかってしまったと、壁にぶつかって、そう、でもその後しっかりこうグイーンと、そうなんです、グイーンとお空を突き抜けてそうなんです、お空を突き抜けて、はい、やっぱ練習した甲斐があって、はい、そのがアイドルらしくちゃんとそのライブもうまくできたーってので、やっぱりやったーっていう感じですね、すごいですよね、無事成功を収めたと、そうなんです、その後もこう結構ずっとハッピーなこう上を、そうそうそう、ハッピー、ね、ハッピーな感じで感じ で少し先にまたグッと上がって、そうそう、楽しそうなところが、ここがですね、5月の28日に1期生のライブがあるんですけども、1期生のライブが決まったーっていうとこですね。なるほど。はい、やっとスタートだーってなったんですけども、そこからまたこの下がったね、地獄のダンスレッスンですね。なんだったか想像はつきましたわ。そうなんです、もうダンスレッスンで、なんかそう、ちょっと難易度高いのにチャレンジしてみようって言われて、難易度ですか、なんかこう、グループでやってるので、フォーメーションはちょっと入れ替えやってみようってので、フォーメーションってなって、そうなんです、で、こうちょっと、あ、やばい、覚えられないっていうね、今苦悩の日々が。なるほど、はい、2回目のそう、ちょっとやべーがありまし て、そう、でも今ちょっとなダンスにもやっと慣れ始めて、やっぱみんなでこう一緒に練習してるのは楽しいなってので今ここ Now ですね、なるほど、はい、いいですよね、皆さんで一つのもの作り上げるって、そうそう、楽しそうですよね、すごい楽しいです、そしてこうここから先が未来になっていくんですけれども、いや、ふぶきちゃんの性格が現れてるなと思いまして、ポジティブさがそう、ミョーンってのをどん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 上に上に上に、で一箇所ちょこんと下がっているのは、そうそう、ちょこんって、もしかすると、この先もなんかダンスレッスンがまたあるのかなってちょっとした懸念材料、そう、ちょっとね、懸念材料でヒューンってなりつつも、でもやっぱりね、その上へ上へと、そう、天へ突き抜けていくんやなと、他にも可愛いイラストたくさん描いてこれね、なるほど、はい、楽しいこう人生120年が目に浮かぶようですけれども、ありがとうございます、なんか噂に聞くと、はい、藤井葵ちゃんがなんか下に下がってったらしいってのを聞いたんですけど人生最後の方がグッと下がってった、そうなんです、いや、ダメだやめて差し上げてください、そうやめてください、ダメです、上に、そうなんです、でも放送の中で、うん、こう明るく最後やっぱり楽しく迎えたいですよねというお話には落ち着いていたので、あ、よかった、じゃあちょっとじゃあ背中身がこの上に手引っ張っていこう、葵ちゃん、おいで、ね、一緒に高みに行こうぜと、葵ちゃん一緒に高い方へ連れて行ってあげてください、ぜひぜひお願いします、ちなみに、はい、のぶさんは、はい、のぶさんの人生的にもやっぱり上に上にいいですか、それとも下に下にいいですかね、いや、私はここから先はもう常に天井を天井ついてもうピーッと、そうですよね、常に上にいた、なんと、未来の話になるので、うんうん、希望ですよね、希望で、じゃあ一緒にじゃあ宇宙までちょっと宇宙で人狼を宇宙で人狼そしたらのぶさんちょっと下に下がってきますよ間違いなくダクトに入った瞬間に一番そこまでそこまで行きますよ、振られた瞬間宇宙の底にポーンってこう、ね、寂しい感じになってしまいますけども、ピピピピピってくるくるくるって、いやでもこの図を見ていて、こうアイドルさんって華やかですけれども、こう影で見えない努力をされていて、大変なんだなと思いましたよね、本当にもうね、ダンスレッスンもね、もうなんかやりたくないんですけどねそう、もうってみんな汗だくになりながら、もうでもそのダンスレッスン終わった後に、次も頑張ろうってな感じで、やっぱみんなそう、頑張ろうねってお互いに励
か励まし合ったりするのが本当にあったかいなっていうもの、このメンバーでよかったなって改めて思えるので、こう辛いながらもやっぱいいものだなっていうので、うはい、いいですよね、青春してます ね、ホロライブさんの絆を感じますし、うん、やっぱりこう見ていただくお客様にも楽しんでいただきたいという気持ちがありますもんね、うん、そうですね、やっぱり一緒に楽しみたいっていうのもあるんですけど、ロイさんちなみにダンス、いや私はのサイドステップを踏むくらいしかサイドステップ踏めますか？サイドステップは、はい、なんとなく大丈夫なんですけれども、ボックスもギリギリ踏めるかなちょっと見てみたいですね、ちょっと、はい、のぶさんのダンスレッスン企画もぜひとも、いやあ間に合ってますわ、スタッフさん大丈夫ですのでぜひよろしくお願いします。見苦しいだけではないですよ、スタッフさんそんなひどいですわ、あんな扱いなんですわ、いつもなんてこったしかし負けませんはい、じゃあということで、じゃあダンスレッスンをお願いします。負けませんということで、はい、人生120年にまつわる本当にいろんなお話が聞けましたけれども、うんうん、そんなふぶきちゃんの今後120年の人生に私から、即興で短歌を送らせていただきたいなと思います。やったー、さあ即興ですので、はい、まあここに書き込まれていますけれども、もう書いてはあるんですが、ちょっと考えますかね。はい、シンキングタイム、はいはい、できました。早いさあそれでは一首読みます。さりげなくかゆいところに届く手は、孫の手、猫の手、狐の手かな、です。おーすごい綺麗だ、はい、綺麗綺麗だ、ちょっと猫の手はちょっといらんかもしれないですけども、でも猫の手も借りたいって言いますからね。いやそうですね、もうとにかく私の印象でふぶきちゃん、本当に助かるというか、こうトークもすごくお上手で、こうそうなんです、フォローとかなんていうんですかね、目の付けどころが本当にありがたいところに本当ですか、いつも行き届いてるとか、要は痒いところに手が届くなっていう、なるほど、常に感じておりまして、あ、それなら猫の手でもいいなあ、それなら全然いいですな。そうなんです、こう痒いところにこう孫の手で描いたりですとか、こう猫の手も借りたいみたいな時ですとか、あ、なるほど、まあ猫ちゃんの手なんですけどもでも、でも待てよ、狐だった気もしますよね、狐なんです。じゃあ分かるわ、じゃあちょっと私もじゃあ即興短歌いいですか、のぶさん宛てのすごいです、お願いいたします。いいですか、じゃあ一首お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、のむさんにダンスをやらせる猫の手かな可愛らしい、猫の手も借りたいっていうのでね、のむさんに猫の手を貸してやろうということでダンスやりましょうあ、すでに呼吸が想像しただけで呼吸が上がってしまいましたがにゃんにゃんダンスをさせましょう、はい、そうですわね、毛も耳を生やして、そうです ね頑張りたい、ぜひぜひお願いします。まさかアンサーでいただくと思いませんでしたわね。いい、短歌バトルしましょう、こんなことねえ、いいですよね、短歌バトルで、いや素敵なふぶきちゃんの一首もありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあそれでは最後のコーナーです。あなたの未来占います、ボトルキャップ占い。このコーナーは占いが大好きな私サントリーのむがいろんな占いを勉強してオリジナルで開発した占いをゲストの方に披露するというコーナーになっております。おー占い、はい、占い大好きです。あ、よかったです。はい、やり方は簡単、いくつかのペットボトルのキャップからゲストの方にお一つ選んでいただいて、選んだキャップを元に未来を占っていきます。すごい、ボトルキャップで占える、そうなんです、すごい。早速なんですが、ふぶきちゃん何について占いましょう。ちょっと悩んだんですけども、じゃあ、今後ですね、私のキツネ耳が、じゃあのむさんが言うように猫耳になるのかどうか、ちょっと危険性があるのかどうかね、ちょっとね。なるほど、はい、どうも、かしこまりました。ちょっと新しいタイプの質問なので、そう、イエスかノーか、もしかするとなる可能性があるからの回避方法とかも教えてほしいですね。かしこまりました。ではこの中からお一つお選びください。はい、ガチャガチャ、いっぱいある、はい、よいしょ、これだ。
ランジーナ。オランジーナ好き。ありがとうございます。はい、あ、ふぶきちゃん。なんですか。これはですね、はい、猫耳になります。あー、助けてくれ。助けてくれ。一度、今の狐の耳から、はい、猫の耳に変わるという、寝てる間に生え変わるなんですけれども、もし、はい、絶対キツネ耳がいいよというのであれば、はいはいはい、ですね、こうなんて言ったらいいんですよね。どうしたらいいの。そのように変えようとする、はい、人々から身を守る術を身につけましょうと。護身術ですね。とか、そうですね。なるほど。ご自身の身の回りの安全を見直すと。なるほど。誰か耳を狙ってるものがいないかと。いないか。ないか、私の耳を。いや、でも、もしかしたらファンの方が、うん、もうすでにこうイラストで猫耳になってしまったふぶきちゃんをたくさん世に放っている可能性もありますね。一種の呪いでは、それは。なんてこった。いや、しかし万が一猫耳になってしまっても、はい、ちゃんと元に戻りますという暗示も出ているので。あ、なるほど、はい、じゃあ戻れる可能性が。ただ、まあ、一度猫耳になることは間違いないという。やばい。出てますので。なんで答え、ちょっとノブさん一緒に冷蔵庫入れさせてください、確認してください。一緒に冷蔵庫の中に。ねえ、一緒にノムノムして冷蔵庫の中で。そう、ね、と見せかけてその間にノブさんが白髪の耳を猫耳にしてる可能性もあるかもしれないですね。やばい、やばい。いや、ただこれ私の占い当たるかどうかちょっと不安もありますので、ふぶきちゃんのスタッフさん、ぜひふぶきちゃんに猫耳をあげてください。いやねー、やめてください。いらないです。キツネ耳にさせてください。お願いします。サントリーノムの占い当たるなーっていうのがちょっと欲しいので。やばい、やばいぞ。ちょっとうちのマネちゃん、ノムさん、ノムさんのことをちょっとすごいね、可愛くていいなって言ってたんで、まばいかもしれない。裏切られる。マネージャーに裏切られるかもしれない。ねえ、やめてー。ふぶきちゃんの耳を猫耳にしていこうと。エイプリルフールは終わったんですよ。その代わり、私のじゃ、もしね、なったとしたら、じゃあ私のキツネ耳はどこへ行くんですかね。あ、どこに行ってしまったのか、ちょっと見てみましょうか。はい、じゃあちょっと、じゃあ私のふぶきちゃんのはどこへ行ってしまうのか。これは、はい、少々お待ちください。はい、ですね、一度、はい、どこ行くんですか。どこへ。ちょっと光の彼方へ。光の彼方。あ、光の彼方に。どこ行っちゃった。まあ、でも人々の希望として、希望としてどこかで立て祀られるみたいな。俺はそうですよね、大切な、ものとして祀られる。大切なご神体みたいな。そんな雲つかなんかの。でも必ず戻ってくるとは出てますので。戻ってきますか、はい、よかったです。一度光の彼方に行ってしまう。一度光の彼方に行ってどこかで大パーツってなってるかもしれないです。古代の遺跡かどこかで、遺跡かどこかで、お、これはみたいな。古代の大パーツ。ね、時代を飛び越えてしまうかもしれませんが、飛び越えて戻ってくる可能性が、はい、必ず戻ってきますので、夢であってほしいです。さっきのこれはですね、はい、クラフトバスのミルクティーですよね。ミルクティー、そんなんじゃないですか。クラフトバスミルクティー飲むと光の彼方に。はい、そうですよね。こう揺らめく、こう炎の向こう側のような感じですよね。向こう側のような。もう帰ってくるなら、まあちょっとね、旅してもらって、ちょっと世界を見てきてくれ、私の耳、人々の希望の光、希望の光と。はい、なんかどこかで見かけた際は、ご一報ください。手合わせて、はい、ナムナム飲む飲むしてもらって。いつか戻るように祈ってあげてください。はい、よろしくお願いします。見かけた際はこちらまで、みたいな。というわけで、はい、以上ボトルキャップ占いのコーナーでした。ふぶきちゃんをお迎えしてお送りしてまいりました。人生120年時代の第10回放送、いよいよエンディングになってしまいました。もう早い。あっという間でしたね。あっという間だった。このラジオも光の速さでちょっとびっくりですね。あっという間でしたね。
サントリーノムのポッドキャストいかがでしたでしょうか。いや、こうやってね、ノムさんとしっかりお話しすることって今までね、なかったので、そう、すごく楽しかったです。ありがとうございます。はい、ぜひ、やってみたいとか、私とこう何かやりたいなって。あー、でも一緒にね、またゲームやりたいですね。そっちの守っていきますので、宇宙でも。ありがとうございます。はい、とダンスもやってもらって、毛も耳もつけてもらって、あとはちょっとこれ難しいかは分からないんですけども、はい、ホロライブですね、毎週日曜日にホログラっていうですね、魔の 3D のアニメーションやってるんですけど、あれにね、ノブさんも出てきてほしいなと。いいですね。そう、結構中身のないギャグアニメな感じなんですけども。じゃあぜひ先ほどの、はい、あ、そっか、占いだ。私の耳がペコペコになったみたいな、どうしようって言ったら冷蔵からパーンって出てきてもらって、そう、あの時の占い思い出してみたいな、そう、祈られてみたいな。お耳がどこか光の彼方で時空を超えて古代で祀られて、そうそう、祀られてで、パンって戻ってくるみたいな。楽しみですけれども、それぜひともやってほしいですね。はい、私個人的には名探偵ノムの受験簿リターンも、そうですね、リターン、やりたいですね。2021ぜひとも、ぜひ、またしても、その際はまたしてもマフブキちゃんの犯人をしていただいて。本人その犯人違うんです。やってません、私はやってません。ふぶきちゃん、パッションがお強いのできっと信じますわ、私は。本当ですか。ふぶきちゃん、何か告知などございますでしょうか。はい、さっきもね、ちょっと言ったんですけども、日曜日ホログラってのやってますっていうのと、はい、あとホロライブね、1期生のライブが5月の28日に、はい、あります。今ね、はい、みんなで一生懸命頑張って準備とかダンスレッスンとかしておりますので、ぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。ネット配信のね、チケットもありますので、はい、ぜひとも見てください。お願いします。ダンスの成果が、そうですね、キリ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 やってますので、はい、人生グラフで一度はそこに沈んでしまう。そうなんです。一度はね、ちょっとうってなりながらも、はい、努力の成果が楽しみですね。ぜひともよろしくお願いします。さあ、ふぶきちゃん、本日は本当にありがとうございました。やだやだ、帰りたくない、やだやだやだ、冷蔵庫住む、やだやだやだ。もっとノムノムするんだ。ね、もう私本日本当に元気をたくさん分けていただきました。よかったです。もうふぶきちゃんのおかげで、はい、こう空白の時間がなかったというか、私がこう喋る、テンポの悪さくらいしか間がなかったじゃないですか。いやいやいや、ノブさんのね、そのゆったり落ち着いたようなものがね、白髪ができないので、本当に、ありがとうって思いながら、ありがとうございます。ありがとうございます。またこのようにご一緒できること、本当に楽しみにしております。はい、またお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。